ここが奈良山母を語る小津二郎母は明治八年生まれ三男二女をもうけて僕はその次男にあたる他の兄弟はそれぞれ嫁をもらい嫁に行き残った母と僕との生活が始まって もう20年以上になる。一りものの僕のところが居心地がいいのかまだまだ僕から目が離せないのかそれはわからないがとにかくのんきに二人で暮らしている母は朝早く夜早く僕はその反対だから家にいてもめったに飯も一緒に食わない。 去年頃まではなかなかの元気で一人で食事の支度から雨戸の開けたて僕の布団の上げ下ろしまでやってくれたが今年からいささかへばって家政婦さんに来てもらっている無理もない八十四である人間も使えば使えるものだとつくづく思う それにしても五十五や六十の定年は早すぎる今住んでいる家は北鎌倉の高みにあり出かけるのも坂があるので母はめったに家から出ないここがもう奈良山だと思っているらしい若い頃の母は大女の部類で 今でも年の割には大婆の方である追っては見ないが重そうであるたらちねの母を背負いてそのあまり重きになきて奈良山にゆくここが奈良山ならいつまでいてもらってもいい追っていく世話がなくて 僕も助かるお相手は久保田ひとしでした